かもそれが森田さんの言葉で好きなようにやれっていうことが人を一番強くするんだなっていうのを本当に感じた。あ、自由っていうか自分の、うん、でもその分責任感っていうか、うん、自分たちは結構もう自由にって言われても、ね、余計にね、なかなかだから、そうだね、自分たち、それで責任を持たせるんだね、うんうん、ある程度本当にあの前場での2年間、うん、まあ、先輩たちもことか見てきたりとかそういうのもあって将来はああいう風になっていくんだと思ってたのがやっぱり挫折で辞めて、で違う団体でって、でも自分たちどうすればいいのって、ああいう前場さんの先輩とかとああいう同じことをしたって、同じことを伝ってその具体的に何言ったってわからないんですけども、でも自分たちは前場しか最初のしか知らないで、ここに来て、まあ男子の団体のやり方とかそういうのもいろいろありますけども、本当に入って自分たちは自由にしなさいって、でも自分たち何もわからないし、男子の人とも一緒に練習とかをするの、あ、するんだよあ、それも強くなるあれだったのかもしれないよね。そうですね、まあ、うん、私たちはまあそうですね、体的にも強くなるだろうし、うん、スパーリングとかやりましたね、そういえば、あの、あの時の当時にいた FM の男子レジラーとやるってことだよね、すごいね。そうですね、やってました、はい、でだからやっぱ男子と女子って受け身がちょっと違ったり、うんうん、あ、いろいろ あるんですけど、そうなんです、逆なんだ、そう、足のあれとか、うんうん、だからあの FMW 女子の、うん、入ってくる子たちっていうのは男子が教えるんです。あ、じゃあ左なの全部、そうなんです、うわ、だから自分たち左に返されました。できたの？すぐにできなかったでしょ？多分できないです、できないです。ずっとこれでやってんだもんね、だって。はいはい。それがこうなるんだもんね。多分変えましたね、多分。下に合わせてあげようって。はあ、すげえ。で、あれだよね。あの、投げられた時だって右じゃなくて左に投げられるんだよね。そういうの感じもありました。ただ足の突っ方が曲げるんですよね、ここの、あの、こう入れるんです。ああ、女子はこうじゃないですか。そうだね、うん、重ねるんだ、うん、絶対に重ねるんだって、うんうん、足が、うん、絶対重なるんだ、私は、女子は受け身のことだよね、受け身の取った後の足の形が綺麗なんです、うん、女子は。そうだね、で、ピョンってあの男子の、あの、うん、ここ膝だと、こういうふうに、うん、で、痛いですね、そうそう、で立ち上がるようにやりやすい。あ、そっかそっか、メキシコみたいに、はい、そうすぐコンビネーションになる。ああ、そっか。そういうのとか、ちょっとやっぱり違うところがありましたけど、うん、まあ、そうだね、うん、でも、すごい左に変えたっていうのもすごいね。それでじゃあ 100% じゃないですか。でも 99% でもさ、それでまた私たちとやるときに右にしてくれたんだ、右にしてくれたんだですね、ね覚えてるんだね、忘れないんだよね。それはあの忘れないと思います、うんうん、すごいね、こうだったね、うん、左はできる、うん、左もね、それが一番いいけどね、多分合わせて、うんうん、下は、いや、そうだよね、前場はさ、みんな全部右なんだけども、うん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 、あのやっぱアメリカとか行ったらみんな左だったりとかするから、あの、ね、アメリカでみんなこれから活躍するレジラーもいるから、これから右も左もできてる方がいい、それは一番いいよね、うん、どこでも行けるね、そしたらね。そうですね、あの前場の時に、例えばさ、教わったっていうか、はい、あの新人が FM デブに入ってくるわけじゃん、はい、そしたら、あの聞いたの、誰がファンなの、コンバートトヨタなの、九度目なの、土屋さんなの、前なのって聞いたの聞かない、そういうのやめたの、そういうの前場のやつやめたのそうですね、聞いておけばよかったですもうだって絶対全部工藤だっていうの分かってるからなんかでもあの FM の入ってくる女の子たちみんな結構髪の毛長かったり女の子っぽい子が多かったり ね、はい、そうですね、子供用をね、はい、目指して入ってきたのか、はい、でだけどその FM でも、引退が何年後ぐらいにそっ、FMW では6年ぐらい、6年、あ、長かった、 6年だと思います、うんうんうん、96年に引退してますので、で、入ったのが90年だった、うん、89か、それぐらいだった、うん、はい、そう、あの、
どっか怪我してとかだったの？なんでそれはやめることになったの？ FMW はやめるのは、うん、花があるうちにやめたかったから、うん、そっか、うん、怪我したりとかして、うん、そうですね、花がなんか咲いてなかったんですけども咲いたよね、大輪の花探したよ。いやそう言っていただけると、花があるうちにっていうか、うん、もう体がどうのっていうのは本当になかったんです。体もまだ大きかったし、うん、やろうと思えば筋肉でやっぱ鍛えてるからね、うん、でもあの下、うん、あの土屋とか前とバレとかが出てきて、うん、で私工藤とここで構想しながらって、うん、でももう自分の中で大仁田さんも95年に引退して、うん、でもう最後、うん、どうしても有刺鉄線の大仁田さんのあのやってたことをどうしてもやって引退したかったので、であのじゃあ大田さん辞めて、うん、もうあと1年頑張って、うん、それで退いていけたらなと思って。そうで、あのノーロープの、はい、ノーロープの女子最後を初めて、はい、初めて、ね、はい、で引退、はい、その引退の時っていうのはどうなんだろう、もうやり残したことはないっていう、こう全部自分のこう満足いったコンバットトヨタの人生としてはよかった。はい、もうあの全部終わってからの話として、うん、もういろんな経験をさせていただきました、うんうんうん、もう対抗戦とか、うんうん、と私の憧れの暮らしのチコさんとタッグとか、うんうん、ああそうか試合とかやらせていただいて、うん、もう本当に、うん、レスラー料理に尽きるってぐらいいろんな経験をさせてもらって、うん、最初最後の引退ロード1年間は同期もみんなと戦ったり、うん、ジャガーさんとも戦わさせていただいたり、うん、いろんなものを全部やらせていただいて、うんうん、で最後有刺鉄線の、うん、爆破で散る。じゃあもう思いもこつこつなく満足したミスラ人生だったんですね。そうですね。その辞めた後っていうのは何か何しようとかっていうのは決めてたの？FMW を辞めてで、大仁田さんがちょっといろいろ気にかけてくれて、うん、飲食店でもね、うん、やれればいいねということで、ちょっと。まあ、1年間ばかり事務所の方を手伝いながら FM の事務所、はいはい、で、うん、店を探そうかとかって言ってもなかなか見つからないし、何の経験もない人間が、うん、でじゃあちょっとラーメンとかで屋台を引いてって、うん、いうこと。ラーメンって難しいよね、そのスープだったりとかも。でも待って、大泉さんはさ、のんちゃんの1年前に引退してるよね、はい、大泉さんはその時ってあのもうタレント活動と芸能の方に行ってたんだ、ね、はい、それでじゃあのんちゃんは事務所を手伝って、事務所をさって事務の仕事だったら何もできなかったね、うん、方っていうか何もしてなかった。あ、ずっと行って、だからそのなんか店を探したりとか、店探した時の経験をとかっていう、うん、そういうあれですかね、うん、まあ、なんかゆっくりしろっていうことだったのかな。本当に大仁田さんには本当にお世話になって1年間ずっと、だからあの変な言い方だけど遊ばせてくれた、そうです、遊ばせてくれたっていうかね、勉強させてくれたっていうか、で、あの屋台に出せるようにっていうの、うん、あれも辛かったんですけども、うん、場所とか、うん、いろいろ大変なんです。そうだよね、うん、味も大仁田さんの知り合いの方に教えていただいて、うん、ラーメンを初めからスープとかそういうのも全部、はい、すごい。で、美味しかったの？美味しかった。いいな。食べてみたかった。屋台のラーメンね。美味しかった。のんちゃんだけです。じゃあ最後あの屋台では作ってたの？そうです。屋台だったんで、うん、トラクター、軽トラでやってたんで、うんうんうん、で、あのそこで、あの、うん、自分のアパートで仕込んで、ああそっかそっかそっか、でそこで持って現場が、うん、ああすごい、じゃあ全部自分の味付けなんだ、その人の設定じゃないですか、うん、教えてもらったやつで自分で、まあ、うん、美味しかったんだ、いいな。でもやっぱり場所とか大変で、うんうん、やっぱりあの車両なんで、うん、どこでも駐車禁止になっちゃう、ああそっかそっかそっか、そういうのはまだちょっと緩かったんでなんとかできたんですけど、うん、やっぱり最初、うん、場所探すとか、もう本当に大変で、東京とか、そうだよね、だってそういうのってさ、あのなんか私は昔の人だから、まあ同じですか、あのそういうのってほら場所を
決まってるっていうかさ、なんかそういうのもあるじゃなかったんじゃない昔は。だからいきなりに置いてこらーとか言われ あったんだ。一応話は通して、うん、一応、うん、あの、うん、手続きとかそういうのもやったはやったんですけど、うん、やっぱ今度は警察の目とかもあるし、うん、だからあのまたこの大仁田さんが裏休みするって言ったんですけども、うん、あの知り合いの駐車場を借りてでやってやればとか、うん、あそっか、あ駐車場だったらね、はい、車を行っていいんだからね、うん、でもそれもちょっと頓挫してしまって、うん、結局まあ、ここじゃ大丈夫だろうって、うん、裏休みちょっと、うん、あの橋のディズニーランドにちょっと外れたようなところだったんですけど、そこで2年から3年から、うん、あ、本当？結構長く。あのお客さんはどうだったの？来たの？ぼちぼち。ぼちぼち。あの、大なんかその、なんていうの、宣伝、今みたいに SNS ですからさ、そんな長かったと思うから、うん、宣伝とかあんまできないんだろうけど、でも本当にもう、うん、もう稼げない程度に、うん、その時はあの稼げない程度、はい、おかしいですけど、ね、日本語がおかしかったです、すみません、稼い、あの、うん、食べれない程度にだったんですけど、食べれる程度にしようか、食べれる程度にしようか、食べれない、あ食べれる食べれる程度ぐらいは、うんうんうん、あの稼いだと、はい、うん、はい、あ本当で、うん、そうですね、あの俺も辛かったですね。だってさ、毎日じゃあ家で家に帰って、あお疲れじゃなくて家で作んなきゃいけないんですよ。そうなんです、なんか何時間もあの茹でるっていうか分かんないけど、はい、それで家で全部やって持って、で夜やって、うん、寒いし、あそうだよね、暑いし、まあ、暑いし寒いし、もう暑いは夏で寒い、もう本当に寒くて寒い、そうだよね、千葉ね寒いよね、そうですね、いやでも本当にあの屋台の時代本当に大変でした、うんうん、本当に、でも 今でもさ、もしラーメン作ろうかと思ったら作れるの、その、はい、骨とかで、あすいません、合わせてるベースがですね、うん、もう販売が手に入らなくなって、自分で作るとベースがあったんですけど、うんうん、これが手に入らなくなって、うん、申し訳ないのだって、私も食べたいんですけど、うんうん、こっちがないと、もうあそうなんだ、手に入らなくなってしまって、悲しい、誰かが作ってたやつなんだね、このベースっていう、そうなんです、うん、そうかそうか幻ののんちゃんのラーメンそれを3年ぐらい弱やって、そうですね、はい、それは、屋台はやめることになる、屋台をやってて、そこの浦安のところの、うんうん、私は、うん、大仁田さん知り合いの方に焼き肉屋連れてきてもらったんですね、うんうんうん、美味しいからって、うんうん、ですっごく美味しくて、うん、私も虜になってしまった、うん、すごいね、本当に美味しくて、こんな食べたことないと思うぐらいちょっと美味しくて、本当、うんうん、だってさ、結構前女ってほら叙々苑とかあったからみんな行ってたんでしょ、新人だって連れてってもらったりとか、はい、でももっと美味しく感じたんですよ、まあ庶民庶民のレベルに落としての感じなんですけど、うん、結構私には衝撃だったんです、うん、美味しくて、うん、で何回かまあ行くようになって、うん、そこのマスターと顔見知り、うん、まあ大仁田さんとも知り合いみたいだったんで、うん、顔見知りになって、で私の時までラーメンやってて、うん、でももうやめようかっていう話をしたら、うん、そのマスターが、うん、じゃあうちに来るって。あの働きに来るかって言って、うんうん、もう1店舗出すからそこの店長で、一緒にやらないかって言われて、で、その新しい店舗の店長として働くことになって、うんうん、焼肉なんてやったこと、もちろん切ったりするの、ああいうのって、私はとりあえずホールの店長の、はい、配ったり、はい、持ってて、はい、配膳の方でやってみないかってことで、うんうん、